質問は、自殺はなぜダメなんですか、うん、ね、お釈迦様のお話にこういう話があるんですね。お釈迦様がある時ね、説法しようと歩いておられるとですね、橋のたもとで一人の女性が、ね、今から自殺をしようとしているね姿を見られたと、ね、お釈迦様はかわいそうに思いね近づいていかれてですね、訳を尋ねるとね、愛してる人に出会ってね、子供もできましたが捨てられましたと、もう世間のね風当たりは冷たく、こんな世の中で生きていくのも辛いので死にたいと思うんですと、どうか死なせてくださいっていうふうにもね言われました。それを聞いたお釈迦様はね、大変哀れに思いね、一つの例え話をされましたね。昔あるところにですね、重い荷物をですね引いて、荷車を引いて毎日毎日作業をしなければならない牛がいたのだ、ね、牛がいて、そこに荷車をつけてね、で毎日毎日引いていたと。牛は思ったと、なんでこれはこんなに苦しい思いをしなければならないんだ、ね、そこでね思ったわけです。あ、そうか、この荷車が悪いんだ、この荷車がなくなれば俺は苦しむ必要はないんだ、そういうふうに思った。ある時猛然と走ってですね、大きな石に荷車をバーンとぶち当ててですね、その車を壊してしまった、ね、そしたらね、その飼い主がですね、こんな乱暴な牛にはですね、もっと頑丈な車でなければまた壊されると、こう思ってね、鋼鉄製の車に変えたんです。その鋼鉄製の車は前の車のね何十倍何百倍の重さだった。その車をね毎日毎日引かねばならない牛はですね、以前の何百倍何千倍と苦しんだけど、後の祭りであったと、ね、お釈迦様はですね、その娘に、お前はねこの肉体さえ壊せば楽になれると、こういうふうに思ってるかもしれないが、その肉体を壊すともっと恐ろしい苦しみがやってくるんだ、だからね、自殺をしてはいけないですよと、こういうふうに言ったわけです。でそこでポイントなのはね、なぜ自殺をしたいと思うんですか。なぜ幸せだから、あもう幸せ幸せ、こんなに幸せだったら死のう。わかんないですけど、なんで自殺をする、なんで自殺をする、苦しいから、苦しいから、うん、でもね、正確にはね、苦しいからではないんです。苦しいから自殺をする、まあ多くの人に苦しいから自殺すると思うけどね、例えば竹内優子さんが自殺をした、なんで、あれ苦しんでた、あ苦しい苦しい苦しい、あ首吊りっていうふうにしてた、どうしたら、
あ、知らないか。知らないか。知らなかった。面白い。別に苦しんでだから自殺したわけじゃない。なんでだと思います。苦しんでたから自殺した。全てがどうでもよくなったから。全てがどうでもよくなったからではない。全てがどうでもよくなったなら生きていってもいいじゃないですか、ね、だけどなんで、じゃあリエさん、なんで自殺をした、なんで、今の現状から逃げた方、逃げたいというか、その方が、死んだ方が楽になる。なんで死んだ方が楽になるんですか。自殺をね、自殺をする人は死んだ方が楽になると。そう思って自殺をするんですね。死んだ方が、なんで死んだ方が楽になると思うんですか。なんで。現実から離れられるから。現実が離れられる。いや違う。違う、うん。なんで自殺をしたいって思うんですか。自分を変えるんじゃなくて周りを変えることでどうにかなる。うん。死んだ方が楽になる。なんで、なんで死んだ方が楽になる。綺麗なままの自分でいたい。うんうん、綺麗なままの自分でいたい。ね、綺麗なままの自分でいたい。そうそう、その通り。ね、自分ね、自分にはこれが自分だと思っている自分があるんですよ。例えば竹内優子さんだったら、ね、芸能界で、ね、みんなから竹内優子さんってこんな人だっていうふうに見られている自分像があるわけです、ね、そういう自分像、ね、自分、人からこういう人間だ、例えばね、あなたって強い人間ねとか、あなたって勇ましい人間ねとか、勇気ある人間ねとか、そういうふうに見られている自分のイメージっていうのがあるわけです、ね、そのね、本当は自分はそういう人間じゃないかもしれない。本当は自分の中に醜い心や汚い心、弱い心ね、人に頼りたい心があったかもしれない。でもそんな姿を見せることはできない、ね、例えばこの、ね、自殺をしようとしていた女性の話だったら、自分は、ね、好きな人がいて子供もできて幸せな人生を送れる、ね、綺麗な綺麗な自分で生きていけると思っていた。ところが男に捨てられてです ね、女で一つで生きていかなければならないっていうふうになった時に、自分は周りからどう見られるか、ね、その綺麗な自分じゃなくて自分の中にあるね、醜い自分、汚い自分、ね、嫌な自分、そういう自分がやっぱりね、外に現れてくるわけです。そういう自分を見たくない。綺麗な自分のままでいたい。ね。醜い自分を見たくない。ね。だから、その綺麗なままで死ぬためには、醜いね、自分を消し去ればいい。この場合、綺麗なままの自分っていうのを仏教では我っていうんですね。
我っていうのは人から見た自分、ね、理想の自分、人からよく見られたい、いい人で言われたい、ね、かっこいい人間だと言われたい、綺麗な自分だと言われたい、そういうふうに人から見た自分っていうね、この自分に私たちは執着してるわけです。ところがね、人から見たね、人から見た自分とは別に自分の中には自分の感情っていうものがある。例えば、ね、そのお母さんだったら、ね、子供を相手に怒ってしまう、感情的に怒ってしまうとなるとね、本当は子供に対していつも優しくて温かくて思いやりのある人間として接していきたいっていうふうに思ってる。だけど自分の中に怒りが吹き上がってきて怒りをぶつけたりするとね、こんな、ね、自分を見たくないって思う。こんな自分は自分じゃない、こんな怒りをぶつけてしまうような私は私じゃないっていうふうに思うわけ。そうするとその醜い自分、汚い自分、嫌な自分がなくなれば自分は綺麗な自分になれるっていうふうに思う。だからその自殺をするような人っていうのはね、日頃から自分は綺麗な自分でいたい、人から嫌われるような人間にならないように、ね、自分の中で感情がね、醜い感情をなくせば、汚い感情をなくせば綺麗な自分になるんじゃないかっていうふうに思ってる。ところがそれが、ね、自分の思い通りの人生が生きられないっていうことで自分の中にある醜い感情が出てきた時に、出てきそうになるから、出てきそうになる前に死にたいっていうのが自殺。それが出てきてしまっているものを消し去りたい、消えたい、自分の中にある醜い感情を殺してしまえば、ね、楽になるんじゃないか、死んだ方が楽、楽っていうのはこんな感情を見なくて済むから、醜い感情を見なくて済むから、汚い感情を見なくて済むから。まあ雅人君にはそんなのはないかもしれない、ね、自殺なんてしないと思います、ね、雅人君がもっとこうね、説法を聞くときもキリッとこうね、そのね、かっこつけて、自分を偽って、ね、そしてこうかっこつけている人だったら、そのかっこつけてる自分がね、例えばね、さやかさんの前でかっこつけていたとして、かっこつけてる自分が、そういうかっこつけじゃない男らしく、ね、頼りがいのある存在だ。そういう自分を見せていたとしてっていう、ね、そういう自分を見せられなくなるね、自分の中の感情として本当はそんな感情じゃない、そんなみんなね、かっこつけてるような人間じゃない、でもかっこつけてるような人間としてみんなに知らせてしまってね、もう醜い感情を見せることができない、そういう人がね、いざ自分の人生設計が狂ったとかね、いや醜い感情が吹き上がってきて、もう自分の中のイメージを保つことができなくなった時に、
この醜い感情を消し去りたい。死ねばこの感情がなくなって楽になるんじゃないか、こういうふうに思って自殺をする。でも自殺をするとどうなる？まさか、このがは残る。が残る？人から見たら。がは残らない。残らない。感情は？が残る。残る。ということは、いつもね、死ぬとね、見たくないと思っていた感情をずーっと見せられるんですよ、うん。そうするとどうする？また死ぬ。苦しい。苦しいから。苦しいからこの感情を見ない。いやー、見ないようにはできない。どうする？これが魂ね。この感情が、この感情をね、死ぬと我が崩れて魂だけが残る。魂が残るからこの感情をいつも見せられる。見せられるからどうする？これを高谷くん、どうする？これをどうする？ね、死んだ方が楽。でも死んだらこれが、この感情がなくなると思うから、だから死んだわけです。でも死んでもこの感情は残る。残ったらどうする？この感情を。感情を殺すんです。誰が？自分が。ね、死ぬまで八つ咲きにし続けるんです。何のために？死んだら、こいつが死んだら楽になる。そう、楽になる一心で。これが自殺をする人の死んでからなんです。そしたらこの感情は、魂は残る？残らない？崩れるんです。崩れるとこの苦しみはどれぐらいになると思います？この死んだら楽になるって、この感情がなくなったら楽になると思って死ぬでしょ。死ぬとこの感情だけが残るからすごい苦しいわけ、うん、苦しいから楽になりたい心で殺そうとするんです。で、殺そうとしたらね、本当に殺せるんですよ。殺したらどうなる？無表情。うん。その苦しみが1兆倍ぐらいになるんです。お釈迦様はね、どう例えるか、ね、この感情が見える苦しみを一滴の水と例えたならば、この感情をね、殺した後の苦しみは海のごとし、一滴の水と海、だから死んね、いや、自殺がいけないわけじゃないんです。自殺の動機がまずいんです。死んだ方が楽になると、こう思って自殺をするからまずいんです。だって死んでも楽にならないもん。死んだらもっと苦しくなるんです。
なぜかって言ったら見たくない感情を見せられるから。だけど死んだら楽になると思うでしょ。そしたら殺そうとするじゃん。で殺しちゃうんです。殺すまで八つ裂きにするんです、この魂を。そしたら苦しみが、この苦しみが一丁か。そうという例え話なんです。だから自殺はダメなんです。もうほんと桁違いの苦しみになります。このね、魂をね崩した後の苦しみをね一瞬味わっただけでね、普通の人だったら発狂します。だから自殺で、自殺はダメっていうことはね、死んだ方が楽になるという思いがダメっていうことなんです、うん、楽になりたいから死ぬ、殺す、ね、じゃなくて、たとえ苦しくても、苦しくても死んだ方がいいって思わない方がまだ楽なんです。本当に大丈夫です。これリアルに一兆倍の苦しみを味わえます、死んだら。だから大丈夫ですよ。死んだら楽になるって思わなければいいんですから。こんな苦しいのなら死んだ方がマシだって思わなければいいんですから。マサト君なら大丈夫。そんなね、崩れるがなんてなさそうだし、うん、自分の感情が見えたとしてもまあこんな私ですけどいいですかね。そう、こういう人はね、そんな死んだ方が楽になるってことはね、大丈夫、大丈夫。だけどそういう世の中にはこういう醜い感情を見たくない、綺麗な自分でいたい、綺麗な自分でいるためなら醜い感情を殺したい、消し去りたいっていう人がいる。そういう人はそういう感情が見えるぐらいなら死んだ方がマシだ。でも死んでも見える。だから殺しにかかって、で死んだら大変なことが待ってる。まあ、これはお釈迦様の言葉ですからね。うん、海のごとし、この世のね、この感情を否定する苦しみをね、一滴の水に例えたな。この感情が死んでからのね、苦しみは一兆倍、海のごとし、一兆倍どころじゃないか、もう途方もないほどの苦しみが待ってる。だから自殺はダメなんです。分かっていただけたでしょうか。やっぱ彩花さんも同じですかね。あの、はい、神田彩花さんって。ああ、そうですね、神田彩花さん。ドキドキ。同じような感じでしょうかね。そうそうそう、神田彩花さんでした。大体やっぱこんなもんで、ほとんどの場合はやっぱりこういう芸能人ます。そう、芸能人っていうのはどうしてもその綺麗な自分を作っているから、それが崩れることがすごい怖い。それが見えてしまうと、やっぱりその見えるぐらいなら死んだ方がマシ。でもそれを死んだからといってね、受け入れられるわけじゃないので、殺しにかかってしまう。で、殺したら大変な世界が待ってる。まあ、
皆さんはね、自殺をしないことを願っています。自殺しないこと